太郎王は、くだらの第二代の王であり、始祖の温層王の着難。十年に大使となり、二十八年二月に温層王の死去により王位についた。意味な、送り名は伝わっていない。五人おので老王。戦王の時と同じく即位当初から東北編の末活との戦いが続いた。はじめのうち三十年、三十一年はこれらを王位に、 殺したり捕虜にしたが、治性の中頃には攻め込まれるばかりとなり、56年には牛谷城を築いて備えることとした。一方、東方では63年には領域を上司、国城まで広げ、白木に対して改名を申し入れたが、受け入れられなかった。そこで64年、軍を派遣して、白木の河津山次郎を攻撃したが勝つことができず、 南の方へ戦場を移し、九条城で、白木の兵を敗走させた。これ以後、河津山城は、白木との係争地となり、互いに脱回を繰り返した。最終的には、河津山城を白木に脱回されたまま、太郎王は、在位50年にして77年9月に皇居した。33年には初めて稲田を作らせたと、記されているが、ここに出る話、伝は、 日本でいうところの畑であり、朝鮮で稲作が普及するのは15世紀以降のことである。また、38年秋には穀物の不作を理由として渡し、酒造を禁じたという記事もある。ありがとうございます。